供しているのを、はい、スタンドから観客席からファンに。ああ、優しいね。そうですね。そういうのいいじゃないですか、ファンに対して。とても喜んでましたね、皆さん。ファンにはヤクルト配ったの？そんなことはないの？みんなね、配ればいいのにって言ってました。でも配らなかったですけど、昨日は。ねえ、どうせならヤクルト配ればよかったの。確かにそうですね。あ、でもそんなのグラウンドでやるっていいことですよね。はい、あ、羨ましい。いや、ましてこの田中も明日、バックモンの、はい、明日発表って、まず生放送あるでしょ？3ジャンボがありますよね。あって、いつも、西川と、まあ、出てると、坂上忍なんかも来るんだけど、田中と、太田と、必ず挨拶に来るんですよ。番組がお任せが並んでますからね。はいはい。局内にいて。どうやって会見するんだろうな。終わったら、そのまま、区役所行って、はい、それでやるのかな。どういうことなんですかね。まあ、明日、やっぱサンジャポの後なんでしょうね。前にはやんないでしょ、だって。そんな早8時前から結婚します言われたら記者も行けへんね。あ、そう。そうですか。そうですね。いや、でも、そうなんだ。びっくりした。知らなかったから。そうですね。多いね、なんか今年結婚とか子供が生まれるとか。特にこの秋多いですね。ねえ、はい、なんか幸せな感じになれていいけれども。いやでも福山くんのはすごかったね。すごかった。何の仕事してる時だっけな。なんかで聞いて第一声あったじゃん。別に知らないのに、はい、とか言っちゃったもんね。月曜だからこそレコーディングとか気合わせ。あ、気合わせだ。本当にっつったの。昼過ぎですよね。なんでこのみんな驚くんでしょうね。なんかそれでニュース見てたら、新橋で焼け飲みしてる女性がいっぱいいたって。なんなのそれ。まあ、ショックだったんですよ。いや、だからね、私は敵に回すかもわかんないけど、ショックはわかるんですよ。好きな人が結婚するって。